どうぞ。東証の新市場区分がスタートして1ヶ月。日本市場に変化は起きているのでしょうか。5回にわたる放送で見えてきた希望、不安、疑問を総括。視聴者から寄せられた声を東証のトップにぶつけます。ペンネームドンネルさんから、プライムが多すぎる、スーペリアを増設して9割を移動させてほしい。マーフィーさんからいただきました、はい、プライム指数などいつになればタイムリーに見られるようになるのか知りたい、はい、頑張れロアストさんからです。経過措置の期限を決めなかったのはなぜですか。あれよろしいですか、はい、世界が混迷を極める中、日本市場は本当に復活できるのでしょうか。日経スペシャル東証再編、日本株は開花、第6回未来へ。4月4日従来の東証一部、二部、ジャスダック、マザーズの市場区分がプライム、スタンダード、グロースの3つの市場区分に再編されました。再編の目的は乱立していた市場を整理して各市場の役割を明確にすること、そして企業に求める情報開示水準を引き上げることなどが挙げられています。しかし上場維持基準を満たさない企業も適合に向けた計画書を開示すれば上場できる経過措置が設けられ、期限も区切られていません。そのため東証一部のおよそ 85% が横滑りし、看板の付け替えとの指摘も。日経スペシャル東証再編、日本株は開花。最終回となる今回、これまでの取材で明らかになった新市場区分の問題点、可能性、そして新市場スタート後の課題を明らかにします。投資家、市場関係者からは厳しい声も多く聞かれます。そんな声を東証の山地社長に直接伝え、日本市場は本当に復活するのか迫ります。4月15日株価ボードの表示も新しくなった東証アローズに、その人の姿はありました。東京証券取引所、山地博美社長です。今証券人生は何年目に当たるわけですか。45年。この思い出は強烈だったなっていうものありますか。ブラックマンデー、ダウが当時で2000ポイント弱だったんで、22%か 23% だから、今の日経ダウでいうと2万7000円ぐらいだから、6000円ぐらい落ちたわけです。1日で。そうするとこの60年ぶりの東証再編は山地社長にとって何番目ぐらいの出来事ですか。 JPX に来てからは何番目ですけどねそうですよね山地社長は野村証券で投資銀行部門やロンドンの拠点トップを務め、2013年に当時の大阪証券取引所社長に、2020年 JPX 日本取引所グループ最高執行責任者を経て、2021年4月に東京証券取引所の社長に就任しました。国内外の多数の投資家から高い支持を得られる魅力的な市場を提供することにあります。こう宣言した山地社長。スタートした新市場はこの先どうなるのか、すべて聞きます。新市場区分がスタートしました。市場がいくつもあって分かりにくかったじゃないかと、はい、それを整理しましょうという話、それから持続的に企業価値の向上を促すんだと、これすごい大事なポイントだと思います。山地社長、今どんなふうに見てらっしゃいますか。そうですね、まずコンセプトを明確にしようっていう話については、プライム、スタンダード、グロース、それぞれかなり短い言葉でもこう表現できるような、マーケットにしましたので、はい、そのマーケットそのもののコンセプトの明確化っていうのはできたかなと、はい、でもちろんその内実が伴ってるかどうかっていうのはこれからまた
検討していかなければいけないですけども、うん、それから2番目 の、 その持続的な成長を促すような動機づけの部分なんですけど、これはあの上場基準と上場、はい、まあ、維持基準、まあ、イコールまあ上場廃止基準なんですが、これは今までこんなにこう差があって、うん、1回上場したらまあそれこそ上場ゴールみたいな、その強制的にその退出されさせられるような廃止基準ではなかったんですね、うん、でそれをまあ、あえて今回は上場基準と同じ基準に持ってったと、はい、でこれはあの世界中の株式市場を見てもですね、うん、実は上場基準と上場廃止基準が一緒の市場ってないんですよ。ギリギリのボーダーラインの企業がやっぱり日本は多いんですよ、でそれが結構その引っ張ってるっていう部分はありますので、下に、うん、そのあたりをどう底上げするかっていうのは一つのテーマ、うん、持続的なその企業価値の向上あるいは企業の成長っていうのを果たしていただけないと引っかかりますよと、うんうん、今回いろんな取材を重ねてきてですね、あのまさにその上場維持基準廃止基準の話であるとか、あるいは実際企業も結構お邪魔させていただいてですね、はい、あのものすごく刺激を受けている企業があるなと思いました、はい、それは最初にパッと見た時のイメージとはあの正直違いました。なるほど。だけれどもあの例えばという話なんですけども、プライムって言うけれども8割方、まあ、経過措置の話は一旦除いておいても1800もあって、それでプライムかと、ちょっと実際に今回視聴者の方から声もいただいてるんですけども、はいはい、日経 CNBC の投資家サーベイでご意見をいただいたんですけれども、はいはい、ペンネームドンネルさんから、プライムが多すぎる、スーペリアを増設して9割を移動させてほしい、こんなご意見がありました。いかがでしょう。スーペリアは、造語だと思います、はいはい、あのまあ、100か200か300か分かりませんけども、スーパープライムとか、ね、はい、何でもいいんですけど、はいはい、プライム感がないじゃないかっていう話はね、やっぱり繰り返しお聞きするんですね。いかがですか。数そのものを絞るためにやってるっていう議論は全くなされてないですよ。よく例えば日本でプライムとスタンダードでプライムが上みたいだったらみんなプライム選ぶぞっていうような、うん、それが日本人だっていうことをおっしゃるんですけどただあの世界のマーケットであの本則市場を2つに分けてるっていうのは、東証以外ではナスダックとロンドンとあのドイツなんですね。あでその3つの市場を見ていただくと、ナスダックだったらグローバルセレクトとグローバルということですね、でドイツだったらプレミアとスタンダードですか、うん、本則市場に上場されている上位の市場の割合は東証が一番低いんですよ。こちらも日経 CNBC の投資家サーベイから、曽根さん大好きさんからいただきました。所属する市場区分によって価値が変わるとは思えないのですが、うん、はい、やはりプライムに入っている銘柄の方が投資の魅力の度合いは高くなるのでしょうか。あの市場区分によって投資の魅力が高い低いっていうのはないと思います、うん、あのプライム、あのスタンダード、グロースというこの縦の関係、優劣関係ですね、ではなくて横の関係だというふうに、これは明確にずっと、はい、あの申し上げてると思うんですけども、その投資の魅力っていうのは、まあ、あの投資家によっていろいろ違うと思いますけども、それは各企業がどういうふうに成長戦略なり今後の取り組みを考えてるかによって、うん、あの投資家の皆さん一人一人にとっての魅力が出てくると思いますので、必ずしもプライムの、 あの企業の方がスタンダードの企業よりも投資魅力が高いとはならないと思います、うんうん、もう一つあのこれもずっと言われた話で、あの嫌になっちゃうかもしれません、経過措置の話ですね、はいはい、今回そのアンケートの中でも、非常にシンプルな質問をいただきました。ペンネーム頑張れロワッソさんからです。経過措置の期限を決めなかったのはなぜですか。企業をご自身に選んでいただくと、はい、でその時にじゃあ例えばその現時点であるいはある時点で達してなかったらもうそれでアウトにするのかどうかということで、まあ、市場区分の見直しというその60年に1回の改革なんで、その企業の
意思を尊重する、うん、まあ、激変緩和というですね、もし残りたいんであれば、ではじゃあそのどういうふうに今足りない部分を補っていくんだと、うん、はい、どれぐらいの基準、どれぐらいの期間でっていうのを、まあ、当時は全くあのどれぐらいの期間を選ばれるかっていうのも分かってなかったもんですから、去年の6月末の段階で例えばプライムに関して言うと、はい、600社強が足してないっていうのは公表して、うん、まあ、去年の12月末までにお決めいただいて、もしそのプライムに残りたいということであれば改善計画を出してください、でその改善計画は開示してくださいってしてるわけですね、はい、したがってこれは、まあ、我々に対するコミットというよりも、うん、マーケットに対する、はい、あるいは株主に対するコミットということで開示をお願いしたと、うん、で現時点で申し上げますと、もうすでに改善計画は12月末までに提出されて、今我々十分なインフォメーションは持ってますので、これをもとに、まあ、これもまた我々で勝手に決めるっていうわけにもいきませんので、はいはい、そんなに遠くない将来有識者会議を立ち上げて、今年中には何らかの基本方針は公表できるとは思いますけども。奥野細道さんからいただきました。娘の勤務先が暫定プライムなので今後が心配、もしプライムに残れないとなると大きく売られるのでしょうか。先ほど申し上げたように6月30日の段階で600社強がプライムの基準に達してなくて、半分以上はスタンダードを選ばれて、そういう選択肢が必ずしもネガティブではないっていうのは皆さんご覧になったと思うんですよ、はい、むしろ無理して計画が立たないのに残っちゃったっていう方が、うん、ひょっとすると厳しいことになるかもしれないっていう、したがってその、まあ、今後その今おっしゃってる娘さんの勤務先がどう判断されるかは分かりませんけども、あんまりそのプライムにどう何が何でもこうしがみつくんだっていう方が必ずしもいいかどうかは分からないっていうことだと思いますね。プライムについては全くプライムとは言い難い、経過措置もいらないし、もっと日本を代表する企業を30社程度に絞ってほしかった、ピナレロトシさん。だからそれはやっぱりアメリカの代表的指数っていうのは S&P500 ですし、イギリスだとフッチ100ですし、うん、ドイツだとダックス30ですし、やっぱりその代表的なその指数との関連でおっしゃってると思うんですよね、だからこれはそのプライムじゃなくてやっぱりトピックス、あるいはトピックス一つの指数で全てのニーズを本当に応えることができるのかっていう話もありますけど、うんうん、ちょっとそれはやっぱり指数の方を今後どう考えていくかということになっていくんではないかなというふうに思いますね、指数については日本取引所グループ前 CEO の斉藤敦史さんからもこんな意見が。まあ、例えば120銘柄、あれ100銘柄、これがもう新しいトピックスかなんか知りませんけど、そういうものを作ってもらいたい本当は。そして皆さんここへ入る競争しましょうと、抜本的に変えるその刺激剤が僕は一つのインデックスだから、どうだろうな、あと10年ぐらいか20年ぐらい毎月1万円ずつぐらい買っていってたらある程度財産できたんじゃないかなっていうふうに思いますよ、うん、いい株はだってキーエンスだなんだってものすごく上がってますもん、アメリカ株に5000円ぐらい上がってますよ、キーエンスなんか。改めてまずここは CM の後、見直しが始まったトピックスの行方について市場関係者、東証トップに聞きます。今回の市場区分の再編には企業の持続的な価値向上を促す目的があります。続いては各企業そして市場の動向について見ていきます。新市場区分スタートから1ヶ月、日本市場に変化は起きているのでしょうか。4月4日の新市場区分スタート以降、各企業の株価はどう動いたのか、投資データ分析のプロに聞きました。東証の市場再編4月4日にいよいよスタートしました。株価へのインパクト、特徴的な動きってのはあったんでしょうか。はい、こちらはプライムの基準を満たしながらもあえてスタンダードを選んだグループのリターンでございまして、はい、これが昨年の7月からですね足元を
4月の12日までのリターンをグラフにしたものでございますが、でこの赤の折れ線がスタンダードのプライム適合ということで、まあアナウンスがあったのは多分この辺りの期間でございますが、ブルーのライントピックスよりも大きくリターンが上がっているということがご覧いただけるかと思いますが、これが足元まで割とこう中期で見てもですね、やはりこのスタンダードプライム適合のグループのパフォーマンスがトピックスに対して高いと。もう一つのですね、経過措置を適用してスタンダードを選択したグループなんですけれども、ちょっとがっかりされてしまった企業。そうですね、最初このあたりでだいぶ投資家ががっかりしてしまってですね、トピックスに対してアンダーパフォームしているというような状況だったんですが、まあ、今年に入ってですねだいぶ持ち直しまして、終わってみると、まあ、ほぼ大体トピックスと同じようなパフォーマンスになっていると、ですのでそのアナウンス後短期的に見るとですね、やっぱりその投資家のがっかりとかあるいは喜んだりといったことがこう株価に反映されるわけですけれども、もうちょっと長いスパンで見ますと、まあ、それが逆の動きが出て、まあ、ある水準にこう修練していくということなんだろうと思います。先ほどのあえてスタンダードグループっていうのがギャップがあると、まあ、もちろん株価ですので、あえてスタンダードを選んだっていうことだけによって生じた超過リターンかどうかっていうのは、なかなか判断が難しいところでございますが、まあ、ただ個別銘柄を見てでもですね、これがまあスタンダードプライム適合なんですけれども、多くの銘柄がですね、トピックスに対してこの期間で超過リターンを稼いでいると、はい、残念ながらトピックスに負けてしまった銘柄この2銘柄だけとだけです、ね、いうことですので、まあ、やはりその市場区分の選択が影響している部分っていうのはあるんだろうなと、一方個人投資家は新市場のスタートをどう受け止めているのでしょうか。今回の再編でなんかポジティブな意味合いを感じるところってありませんか。今のところはまだ実際こう何ですか、感じている部分はないと思います、まあ、これからなのかもしれないです。企業もそれは今4月から始まってすぐなの で、はい、で今後まあ1年かけて2年かけて親子上場の、そこの廃止だったり何らかしらのものをやっていくことが今後かもしれないですし、ただ今の現状ではさるほど大きな変わったものは見えてきてないというのが現状だと思います。ただ今まあこのゴールが決まってないんですけど、経過措置であって、ただもしこれがゴールが5年先になりますとなった時に、上場基準を満たしなかったら上場廃止になるわけですよね。今までだったら東証一部がありましたと、で今度これが降格になって2部っていうのはあったんですけど、今回このもう単独プライムスタンダードグロースってこれが全部単独バラバラですもんね。じゃあ即上場廃止になるのかとかなっちゃうじゃないですか、それがちょっと今度そうです、ね、怖い話ですよね。新市場の上場基準に満たない場合、すぐ上場廃止になってしまうのでしょうか。東証トップの考えは、受け皿市場みたいなことについては今どう考えていらっしゃいますか。そうですね、金融審議会の市場行動専門グループでもですね、今のままですと売買機会がないということになってしまいますので、それをどういうふうに確保するんだっていうのは非常に重要な課題だって指摘されてます、今現時点でじゃあ何かアイデアありますかって言われると今はないですが、重要性は認識してますので、きっちりと検討をと始めていきたいと思います、トピックスの見直しも始まっています。これまで東証一部上場銘柄イコールトピックス構成銘柄でしたが、今年10月末からプライム市場の上場基準の一つ、流通株式時価総額100億円に満たない銘柄は構成比率を段階的に引き下げられ、到達しなければ2025年1月末に構成銘柄から除外されます。他にも企業や投資家に影響を与える見直しが、トピックスのウェイトを計算するときに重要な役割を果たす不動株比率という数字があるんですけれども、まあ、政策保有で持たれている株式は、今後は不動株とは認めないと、まあ、いわゆる持ち合いという見方でいいですかね。そうですね、はい、持ち合いで株式をたくさん持たれている企業というのは今後不動株比率が低下してしまうと、で不動株比率が低下しますと同時にトピックスのウェイトが下がってしまうと
実際にどんなこう変化が起き始めているんでしょうか。トピックスに連動するパッシブファンドってかなりの金がございまして、まあ、一部で80兆円といったような数字も出ておりますけれども、はい、その80兆のトピックス連動型のファンドがですね、今回の不動株比率の見直しに伴いましてリバランスをせざるを得なくなる。そうですね。で、まあ、我々の試算によりますと 4.5 兆円の売買が発生すると、はい、で回転率といいますと片道 2.79%、まあ、例えば100億円のパッシブファンドがあったとしますと、その 2.79% ですので、うん、まあ、2.79 億円 ある銘柄を売ってある銘柄を買うという、はい、そういうオペレーションリバランスをですねしなければならないと。結構なインパクト。そうですね、ということですね。かなりのインパクトになると思います。どうでしょう、実際にもう個別の銘柄に影響が出ている段階なんでしたっけ。今ご覧いただいているのがウェイトが上昇するであろうというふうに見込まれる銘柄、うん、まあ、例えば一番は NTT さんですね、うん、不動株比率現時点では 0.7 なんですけれども、これが6月末時点では 0.75 になると。で、その影響を受けましてトピックス内のウェイトが現在 1.5143 という数字になってますけれども、うん、6月末には 1.7218 ということで、まあ、ウェイトがですね 0.2%、 20ベースぐらい上がると。ウェイトが下がる銘柄群ってのはあるんですかね。はい、一番上にはトヨタが来ております。うん、不動株比率現時点で 0.5 なんですけれども、これが6月末になりますと 0.45 ということで、はい、不動株比率が 5% ですね低下すると。でこれに伴いましてウェイトが 4.1179 だったものが 3.9331 ということで、0.18% ですね、ウェイトが低下すると、こんな試算になっております。トピックス見直しの背景について山地社長は、今までトピックスイコール東証一部でしたから、そのトピックスとプライムを切り離すと、これは初めてのことなんですよね。そうですね、市場区分とインデックスは別物になったんですね。はい、例えばトピックスの ETF を大量にこう買う人が出てくると、うん、当然市場一部全銘柄を買うっていうことになるわけですよね。うんうん、そうすると市場一部全銘柄の中には時価総額のちっちゃいところ、あるいはその流動性の低いところがありますから、はい、当然ウェイトは低いわけですけど、うん、低いウェイトだけどそういうところに自動的に買いが入ることによって、うんうん、そういった企業の その、価格形成にかなりそのいびつさをもたらしてるんではないかっていうことで、これ話すべきだっていうことになってるわけですね。はい、だから今もうすでにそういう切り離しは徐々に進み始めてると。 CM の後、視聴者からの声、そして日本株は買いか、東証トップに聞きます。ここからは視聴者の質問にズバリ答えていただきます。まずはこちら、マーフィーさんからいただきました。はい、プライム指数などいつになればタイムリーに見られるようになるのか知りたい。はい、今統計目的でその過去のあれがこう動きが分かるようにっていうことで1日1回ということにしてます。で時価総額とか流動性が低い銘柄が自動的に入っちゃうんで、うん、価格形成がかなり歪んでるんじゃないかっていうこともあってですね、でそのことも含めて指数コンサルテーションっていうパブコメを皆さんにやった結果として、プライム指数ってのはリアルタイムでは出さないっていうふうになってるんですよ実は。うんうん、でじゃあ出せないかっていうとそんなことはありませんし、これを違う切り口でもっと数を減らしてプライムなんとかみたいな形にして出そうとか、うん、あるいはちょっと今出てきてるプライム指数全体の指数ですね、それをリアルタイム化するとかっていうのはですね、我々としてもスピード感を持って議論していきたいと。ただまあこれは我々良かれと思ってやったわけですけど、うん、もし市場この話は私もその後よく聞きますので、市場からそういうふうにニーズがあるんであればというふうには思ってますけどね。うん、私はこれ見逃せないなというご意見、まあ東証だけの話じゃないなと思ったんですけれども、はい、中途半端な市場区分で、はい、ご異論あるかもしれませんけど、改正の目的があやふやになってしまったと、多くの人の意見を取り入れて調整すると方向性が見えなくなると、うん、
日本社会の停滞はこのみんなの意見を取り入れすぎる調整にあることに気づいていただきたい、うん、MMM さん、うん、真ん中を取ると分かりにくくなっちゃうっていうのは日本の意思決定の一つの特徴みたいなことありませんかね、うん、例えばその上場維持基準と上場基準と上場維持基準を一緒にしたとかね、決算期末に、まあ、例えば100億円の流通株式時価総額をその超えてるかどうかを毎年気にしなきゃいけない経営陣って大変ですよね。で1年後にもし達してなかったらいきなり上場廃止、うん、そうするとプライムの企業だったらひょっとするとスタンダードに上場申請し直さなきゃいけないんですよ。ああそういうあのいろいろこうまあ基準を高めてるっていうこともあってですね、あのそんなに真ん中を取ったっていう気分ではないんです。なるほど。まあこれよく海外の投資家なんかとも意見を聞いてると、もう劇的にある日突然ある日を境としてこうビュッと変わるっていう、それはやっぱりインフラとしてやっちゃいけないと思うんですよね。うん、あのちょっと最後にですね、この番組を通してあの問い続けた問いがですね、すごくベタなんですが、日本株は買いかなんです、はい、ちょっとアンケートした結果が、はい、はい、と答えた人が 41.8%、 いいえが 32.2%、 そしてわからない、どちらでもないという方が 26.0% いらっしゃいました。どう思われますか。例えばそのいい会社で配当成功って言いますか、配当利回りがその 3% 4% の会社って結構あるんですよね。でもちろんあの元本はあの保証されてはいませんけども、ちゃんとした会社であれば株価っていうのは上がったり下がったりするわけで、あのそういう意味では中長期的に見れば結構な投資にはなるんではないかなというふうには思いますね。あのまあ、もちろんあの取引所を運営する側としては買いですっていうふうに言いたいところですけど、なかなかそうはあの言えないんで。恐縮ながら、あの山地社長がもし個人投資家であれば今の立場をお忘れになって日本株は買いでしょうか。あ、まあそれはそうでしょう。はい、一個人として、一個人として、はいはい、ありがとうございます。6回にわたりお送りしてきた東証再編、日本株は買いか。企業、投資家、そして証券取引所、幅広い関係者に取材を重ねてきました。確かに何かが変わりつつある。しかしそれはまだ到底大きなうねりと言える段階ではありません。日本株は買いか。これからも変化を追い続けます。